はい、ということでね、髪を切ってまいりましたので、ちょっと外だとね、風が強くてなんかビャーってなっちゃうので、お家に帰ってきちゃいました。じゃあリミちゃん登場してください。どうぞ。じゃじゃーん。髪だいぶ短くなりましたね。どう？めっちゃ短くなったよね。でもね、本当はもうちょっとね、切ってもよかったかなと思うんですけど、まあいきなりね、リミちゃんも今までずっと長かったのにね、短く切っちゃったから。あ、でも似合うと思うよ。なんか本当イメチェンしたって感じ。いたね。どう、気に入った？うん、ね、なんか身長も高く見えるし、立った感じね。やっぱ頭がコンパクトになるイメージも変わると思いますね。軽いよ。軽いでしょ。あの、少しね、リミちゃんの髪はすごいまっすぐなんだけど、ちょっとね、量が多いっていうかね、なので少しすいてもらって、ちょっと軽くしてもらいました。で、前髪がね、ちょっとだけまだ、あの、うん、前髪上げてくの、うん、やっぱりそこは直せない。マジ？そっか。別にそれでも変じゃないけどね、全然。ほんと？うん。とりあえず明日は、あさってはそれで行ってみたら、一回。うん。めっちゃ似合ってると思う。はい。じゃあ大満足ですかね。よかったです。しおちゃんが悲しい顔してる。マジ？うん。なんとしほちゃんはこんな感じでございます。しほちゃん行けなかったんだよね、病院ね。行きたかったのにね。まあすぐ行けるから。もうあと1週間ちょい予約してきました。2週間ね。でももう土日はいっぱいだったので、平日にね、行かせてもらえることになりました。はい。はい。なのでもうちょっとね、早く直しましょうね、とりあえずね。はい、早く直します。はいはい、ということで、はいはいはい。ということでね、ママもパパも切ったんだよ。ん？ママもパパも切ったんだよ。そう、ママもパパも、ママはもともとね、ちょっとね、あの、カットだけしてもらおうって言ってたんだけど、パパはね、本当に何もする予定なかったんだけど、しほちゃんがね、行けなくなっちゃったので、その分時間にちょっと余裕があって、じゃあパパもついでに切って、ちょっとパパほら白髪気質じゃん、パパって。だから染めてもらってました。はい、パパの髪の毛ツンツンだったよね。はい、ということでね、髪を切りましたというね、ご報告でございました。はい、はい、それではバイバイ。バイバイ。ごっぱいしゅうにゃんほしたむしりよ。